らっしゃいませ。東京カフェへようこそ。Alors, qu'est-ce que ce sera aujourd'hui? Salut le chat! Suzuka! 今日私は日仏文化センターさんで行われております日本人形展ひな祭りに寄せてにひな人形を見に来ました。みんなはひな人形見たことありますでしょうか？私もね、実家にね、七段飾りの素敵なのがあったんですけど、もう長いこと出してないんで、久しぶりのひな人形をみんなと一緒に楽しみたいと思います。階段を登ってくると、あ、すごい、あれ、私なんか日本に帰ってきちゃったみたいですよ。見てください、この雰囲気、日本です、ジャポンです。わあ、おひな様いっぱい出てますね。じゃあ早速じっくり見てみようと思います。1段2段3段4段5段6段7エタージュのおひな様でございます。一番上にいらっしゃるのがお代理様とおひな様ということで、今おひな様に合わせてお人形なんかも飾ってありますね。もともとそのひな祭りというのは女の子のお祝いなので、こうして女の子たちのおもちゃがね、飾ってありますね。こちらに並んでるのはこけし、こけしと言いまして、これは木でできたお人形さんです。あとね、お手玉だったり、こう、飴だったりね、女の子の遊び物が出ております。あ、そちらに出てるひな祭り、ひな人形もすごい素敵ですよ。私これ、今日初めて見ましたが、なんとなんと、こちらのひな人形、大リビナオンボアです。これ、木を全部削って一つの木で作ってるんですね。大体ね、おひな様っていうのは7段飾りか5段飾りっていうのが一般的なんですけれども、もう最近ね、日本もおうちちっちゃくなってきちゃったんで、もう一番上のお代理様とおひな様の2人だけを飾るっていうのも最近ポピュラーになってきております。ではここで日仏文化センター服部さんにいっぱい質問したいと思います。よろしくお願いいたします。ひな祭りとは一体どういう日なんですか？ひな祭りは日本では3月3日が桃の節句といいまして、小さな女の子たちのためのお祭りということで、1年に1回このお人形を出して、そして小さな子どもたちも初めてこういう貴重な大事なものですけれども、こういうものの、お道具を触ることができて、お母さんと一緒にお人形さんを出しながら、お母さんがいろいろなお話をしてくれる。で、その間いろいろ子供なりにも学ぶことがあるというような、そういうことですが、もともとはもうおひな様そのものは、これは 平安時代の、なんていうんですか、そう、お姫様とお殿様。今日はなんか私たっぷりノスタルジックに日本の味を堪能しました。おひな祭りいかがだったでしょうか？またみんなにもね、節句のタイミングに日本の文化を教えたいと思いますので、ふうぶねこんぶぶれー。